ゴープロの熱暴走をなくします。ゴープロには2つの壁があると思うんですよね。1つは室内1時間の壁、もう1つは夏の屋外。今回はこの壁を打ち破って太陽を克服してゴープロを究極生命体にすることを目指します。ジャンクの海からこんにちは、 DIY VTuber の篠宮はつりです。ゴープロヒーロー12発売されましたね。はつりはゴープロヒーロー11を使っているので、良さそうやったら買い替えようかなと思ってました。 YouTuber さんのレビュー動画とか見てたんですけど、やっぱり論点って熱対策じゃないですか。釣りの11は外で 4K60fps で撮影したら4分くらいしか撮れなかったこともあるんですけど、なんか熱対策がされて最大2倍撮れるようになったらしいですね。でも根本的に解決できてないんやったら今回は見送るかなと思いました。それでね、前に GoPro を改造する動画を撮ったんですけど、前回は電池を取り外して自作の銅の塊ヒートシンクを打ち込みました。結果としては30分3秒撮れるようになったんですよ。やっぱりね、改造を極めていくしかないと思うんですよね。いやいや、熱暴走しない機材を買いなさいよっていう話で、安定性やったら DJI Osmo Action 4を買えばいいわけですよね。でも言うてアクション4も熱暴走しますからね、やっぱり根本的な解決にはならないわけですよね。あとはね、こんなに熱暴走するのに GoPro とかアクションカムが支持されてる理由っていうのはやっぱりあると思うんですよ。アクションカメラってアンフォーカスなので焦点を合わせる必要がないんですよね。背景をぼかしたパキッとした絵は撮れないんですけど、動画を撮りたいっていうのがまずあって、ピントとか設定をしたいわけじゃないじゃないですか。設定することなく撮れるのっていいですよね。パキッとした映像を設定してでも撮りたいっていうのは次のステップかな。あとはロケとかね。それで特にですよ、 GoPro を使う理由、映像がやっぱりダントツで綺麗ですよね。それで広角も広いし、広角って戻したくなったら動画編集ソフトでできますからね。それでヒーローイレブンからアスペクト比が7になったんですよ。だから外ロケでもとりあえず方向だけ向けといたらいい絵が撮れるんですよね。定点撮影でも広いから余白が撮れて手元寄ったりとかもできるし、本当に便利なんですよ。最近は10ビット撮影とかもできて、カラーをいじった時とか負担しにくかったりもします。落ちちゃうのはね、どうしても長いこと撮りたい時はフル HD30fps で撮ったら安定してたりとか、ユーザー層的には熱で落ちにくいウィンタースポーツとかダイビングする人からの支持が厚いみたいですね。とにかくスペックが良くって撮り回しがいいので、これがねずっと撮れるようにさえなれば6万ってかなりコスパ高いわけですよね。というわけで前回に引き続いて GoPro を長時間撮影できるように改造していきます。まずは GoPro ヒーロー11、1年経つぞってところで新ファームウェアが来ました。これでまずは素の状態で1つ目の壁、室内1時間電池を入れていつも撮ってる 5.7K30fps からやっていきます。それじゃあ撮影スタート。腕が疲れて油断してきたところで、ああ落ちました。横着しちゃいかん。17分11秒でした。こんな長持ちしたっけ。ファームウェアのせいかな、こんなに長持ちする印象なかったんですけどね。さらにね、こっから電池を外して電源駆動にするとその状態でも撮影時間が伸びると言われてます。結果は23分3秒でした。おー、録画可能時間短いので、6分伸びるっていうのは大きいですね。20分撮れるって安心感があるのはいいですよね。ただね、テイクを分ければいいってもんでもなくって、またすぐ撮ったら、そっから20分撮れるってわけでもないので、2回目以降いつ落ちるかわかんないんですよね。次は、
前回の動画で作ったこの銅の塊、純粋な銅の塊じゃなくてちょっとロウ付けして作ったやつですけど、これを入れて、前回は 30fps だと53分で落ちちゃったので、まずは 25fps で撮影していきます。 25fps って GoPro やと普通のメニューでは選べなくって、 50Hz のアンチフリッカー設定をオンにすると選べるようになります。25fps で撮ってるんですけど、落ちる気配がないですね。安定してそうです。1時間20分撮れたので、ここで終わろうと思います。これひょっとして新ファームウェアになって 30fps も安定して撮れるようになってるんじゃないですか。 30fps スタート。前回は53分でしたが、今回は54分。これは誤差かな。やっぱりね、 5.3K30fps はダメってことが分かりましたので、改造していきます。このね、耳が出るところまで前回作ったんですけど、これだけじゃ放熱するのに間に合わないみたいで、ここにさらにヒートシンクを増設しようと思いました。でも本体がデカなっちゃうじゃないですか。これね、いいものがあるんですよ。じゃーん、電子工作用のヒートクリップです。これは熱に弱い部品をハンダ付けするときにこれで挟んで、熱が半導体までいかないようにするクリップなんですけど、これね、なかなかバカにできない、よく放熱できるんですよね。今回はこれをじゃん4枚用意しました。つけていきます。こんな感じになりました。結果なんですけど、2時間経ってもまだまだ撮れてました。室内ではこれ完全に長時間撮影できるようになりましたね。やったー。 iPhone とかね、ミドルレンジ一眼も長時間撮れなかったり、熱暴走って普通にするので、 GoPro で長時間撮影できるのは、いや、これめちゃくちゃコスパ高くて嬉しいですよね。これ室内で熱暴走の心配がなくなったら、次はいよいよ太陽を克服しますか。カーズ様の悲願でもあり、無惨様が成し遂げられなかったように、 GoPro も日中の外では全然使えないんですよね。夏で連続撮影だと4分くらいしか撮れなかったこともあるぐらい、今回は夏真っ盛りではないんですけど、33度、夏の日差しの中の撮影です。結果はなんと、アスペクト比 8.7、 5.3K30fps、 4K60fps がずっと撮れてます。さらに追い込みましょう。一番ハイスペック設定の16:9、 5.3K10bit、 60fps も撮れたので、これはもう完全に太陽を克服、パーフェクト GoPro 完成です。うおー、今回は GoPro Hero 12が発売されたけど、買い替えるほどでもなかったので Hero 11をパワーアップさせてみました。いやー、ここまでうまくいくと思ってなかったのでびっくりしましたね。あの後一日中外ロケする機会もあったんですけど、6時間ぐらい撮ってたんですけど1回も落ちませんでした。困っている人がいたらこれチャレンジしてみてもいいかもですね。っていうか、製品化したら絶対欲しい人いますよね。切削加工業者に頼んで作ってみようかな。今回面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。次回はチェーンソーを購入して巨木を切り倒します。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。